命に感謝してみたいな。今日の晩飯はですね、先日あのだし巻き卵をね、先日朝作ったんですけど、それをいただきます。うん、まあだし巻き卵ですね。なんか飯は早すぎて、また夜お腹すくと思うな、これ。ちょうど1年前ですね、約ね、俺がアメリカ生活を終えて日本に来て、この頃はホテルか、違うか。うん。ビビがいなかった時ですね、まだね。まだアツコに預けてる時でしたよ。あの時すごいね、ビビのこと考えた。本当に。もう、あの子にすごいストレスを与えて、また飛行機に乗せるっていう、あの、決断するのがすごくね、めちゃめちゃ考えたね。まあ本当は口に出しては言いたかったけど、心の中では、もうこのままここに、あの、福岡にね、いてほしいという気持ちはすっごいあったんです。その旗から見ると飼い主としてどうやとか思うかもしんないけど、もうほら、あいつはもう家族みたいなもんだから、あの、なんつうのかな、もう、面倒を見てもらう。もう、ビビがまたあれだけストレスを感じることを人間の勝手でね、と思って、すごい考えた時期があった。動物のストレス、うまっ。
俺って多分味噌が好きなんでしょうね。やっぱ味噌ラーメンが好きなぐらいだから。昔は豚骨は好きだったんですけどね。豚骨食いたいと思わないよね。なんで卵をあの数で、なんかちっちゃいなと思ったけど、今思ったけど、もっとこう、あれがでかかったような気がする、あの卵焼きが。早いね、人間、年取るの。年取るのっつうか、時間が経つのは、ものすごい早いな。どれぐらいホテル生活したっけ？ 1 ヶ月ぐらいしてたんだけど、そんな。まあ、早いのはいいけど、早かろうが遅からがいいんですけど、このクソ短い、クソみたいな世の中で、地球のため、人間以外の生命のために、どれだけたくさん動けるかって。寝てる時間も本当はああいう生命に動かなきゃいけないね、みんな。
俺が晩飯食ってはこうやって。ただでさえ暑いも食って湿度が半端ないでしょ。失礼。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。俺はね、毎回毎回、地球のために時間を使ってくれって言って、これからずーっとこの言葉を発していくんだろうなと、いろんなシチュエーションでこの言葉を発していくんだろうなって思って、その言葉が人にはなかなか通じないのかなとか思って、でも繰り返し繰り返し言わなきゃいけないのかなと。人ってさ、本当に弱い生き物じゃん。見えないものにすがるじゃん。神様とか。でもね、人間はね、ああいう見えないものがないと弱いからね、ダメなんですよ。神様とか。もちろん宗教もそうじゃん。神様、神様言ってんじゃん。なんでさ、こんな文明が進化したのに、テクノロジーが発達したのに、昔からつな引き継がれてる、まあ、神様、目に見えないものっていうのをずっともう昔からあったわけじゃない。空を見上げていろんな国によっては太陽が神様だって思う人もいたり、いろんな考えがあったわけじゃない。それがいろんな人たちの神様っていう見えないものになって、でもやっぱり人間っていうのはその必要だと思う、なくちゃならないものだと思う。こう何かあった時にやっぱり見えないものにすがるっていうことがしないと、やっぱり人間って弱い人間なんですよね。弱い生き物か。
動物ってさ、人間以外の動物ってさ、何もしないじゃん。人間だけじゃない。手合わせて。本当に誰かが病気になった時に、神社に行って、神様お願いしますとか。勉強、受験する時なんか神社に行って、神様お願いします。やっぱりこう弱いんですよね。だからその何も、俺は何もないと思ってるんです。俺はね、神とかそういう目に見えないものはないと思ってる。まあ人それぞれだけどね、考えはね。まああくまで俺はね、そう思ってます。でもやっぱり人間っていうのはそこにあるものを作り上げて、そこにこう安心感を覚えるっていうか、お守りだって。全部商売じゃない。ビジネスじゃない。守られるんだったらさ、誰も死なないじゃん、あんな持ってたら。冷静に考えたらわかるじゃん。でもね、みんなどっかで、心のどっかで思ってるかもしんないけど、でもなんかすがっちゃうんですよね。俺にはね、そういう弱さはないんです。そういう、あの世とか、死んだらあの世に行って、また家族に会いますとか、そんな弱さはないんです。神様はいつか助けてくれるとか、神様が地球を良くしてくれるとか、そんな弱いとこないんです、俺は。俺は、今目の前に見えてる、生命がどれだけ人間の、被害に遭ってるのかっていうことに、もっと目を向けなきゃいけないと思ってる。だからそんな、しょうもないことに時間を使ってられないんです。もし神様っていうのがいて、すごくいい人だったら、世の中良くしてくれるんじゃないですか。戦争なんて終わらせるんじゃないんですか？冷静に考えたらそうじゃない。地球は最初は塵の塊でできてたんです。塵がたくさん集まって塊になって爆発を起こして熱を持って何度も何度も繰り返しこういう地球になったんです。この地球っていうのは聞いた話ですけど、25メートルのプールにちっちゃなコインを投げ込んで、ぐるぐるにプールを回転させ混ぜて、その中からそのコインを見つけるぐらい難しいって、宇宙で地球みたいな星を見つけるのはっていうのを一度聞いたことがあります。まあいろんな学者いろんな言い方するけど、まあある一人の学者が言った言葉だと思います。まあそれを信じるか信じないかは、まあどっちでもいいんですけど、まあそれぐらい確率が低いのに、こんなちっちゃな星で人間が腕組んで全てを支配して、かっこ悪いと思いませんか？そうやって腕組んで天下を取って、動物たちを好き勝手サーカスで芸を教えたり、その後また檻に入れまた芸を教えたり。人の金儲けじゃない。そんなとこに家族で遊びに行って、かっこ悪いと思わない？目を開けろよ。動物園に行って、朝になったら檻の中から出され、
人の見物の道具に使われ、逆の立場だったらどうする？自分の子供が違う星に連れられて行って、人間動物園みたいなのも作られ、一生そこで終えるんですよ。考えたことありますか？ペットショップだってそうじゃない。値段をつけられて、売れ残ったらどうなっていくよ。考えたことありますか？水族館だってそうじゃない。たくさんの魚たち泳いでるけど、本来いるべき場所じゃないじゃない。あの子たちが声を出して、海に帰りたいとか、森に帰りたいとか、言えないじゃない。思わないのかもしんない。でもね、そう思っちゃいけないんです。本来、あるべきところから人間が連れてきて地球を破壊して、こんな文明を築き上げたんです。考えたことありますか？目を閉じて地球にもっと耳を傾けてください。あなたたちが普通に生活していることは、地球を破壊していることに力を貸してるんです。ごちそうさまでした。